PM10 のサロン喫茶シュビ。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。8月1日です。気づけば8月、ザ・夏の季節、8月。皆さんは何をするでしょうか？海に行きますか？バーベキューをしますか？バーベキュー、ジョーソンとキャッスルと毎年この季節はバーベキューをしているんですけど、また時間が合えばっていう、最近はちょっと3人とも時間がなかなか合わず、まあ、それでも今年はバーベキューをやりたいなと思ってます。あとは夏といえばスイカ割り。スイカ割りなんか本当小学校以来やってないですね。自分家の裏に住んでる幼なじみの家で、なんか近所の人が集まってスイカ割りをやったっていう、なんかその思い出が最後ですね。夏、皆さん夏を楽しんでください。最近は大ヒットをしたあの作品を見返していまして、スペック、警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿、戸田恵梨香さんと加瀬亮さんのダブル主演、この名作を見ていました。トーマとセブミ、痺れます。この二人が生み出すあの迫力、面白さ、切なさ、最高です。スペックドラマあって、スペシャルドラマあって、映画前の編後の編二部作があって、それで終わって、でその次にこの堤監督の作品継続から始まって、スペックこの20年の集大成完結編ということで6という作品があって、その6を今見ています。6、あと10話、残る10話、このスペックという作品を最後まで楽しみたいと思います。鳴り止まない声と涙。
聴いていただいた曲は、ビッシュで、ノースウィートでした。PM10 のサロン喫茶シュビー。先々週から和太鼓の練習が再開しまして、もう5ヶ月ぶりぐらいになりますね。なかなかこのコロナで練習場所も使えなくて、まあ小学校の体育館で練習してるんですけど、使えないし、まあ集まれないし、練習ができなかったんですけど、やっと再開できました。まだみんなちょっと集まることが難しいっていうのもあるんですけど、まあ少しずつまた練習できて、練習していけたらいいなと思ってます。それで練習が再開した週にいきなり出演がありまして、地元の駅の近くでチャンバラ水合戦っていうのがありまして、そのチャンバラ水合戦のバックで盛り上げ役ということで太鼓を演奏したんですけど、チャンバラ合戦の時はお客さん、まあ子供たち、それでも少なかったですけど30人ぐらいが来ていまして、その日はものすごく暑くて、もうあっちっつな日で、なかなか遊ぶのにも大変な日でしたけど、それでもなんかわーわーとか、光秀がなんか信長がどうのこうのみたいな、そういう時代劇も挟んでくる謎のイベントでしたけど、子供たちは楽しんでいました。でいざ本番になって演奏をしていたんですけど、自分は大太鼓を担当していて、お客さんの方を向いてなかったので、終始横を向いて、それで演奏が終わって、はい、パッと前を向いたら誰もいない。誰もいないって言っても、まあ7、8人は周りで見ていたんですけど、目の前は芝生のとこで、もうそこは本当に誰もいなかったですね。でも和太鼓が再開して初めての出演だったので、すごく気合も入っていて、声も出ていて、ああなんか開放的、気持ちいいステージでしたね。自分たちの前には誰もいないけど、精一杯思いっきり声出して叩いているあのステージっていうのは、本当に客観的に見ると不思議な感じだったと思うんですけど、ものすごくいい一日でした。ちゃんと全員で思いっきり練習できる日を待っています。さあ、それでは間もなく軍旗終了となります。作戦はどうしようかの。全滅戦じゃ。鉄砲隊、刀隊、希望する方はあるか。鉄砲隊になりたい。手を挙げい。
KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。皆様の日常で起こった奇跡や偶然、オーマイガッシュエピソードをお待ちしています。そして質問や悩み相談など普通のお便り、スピスピメッセージをお待ちしています。メールの送り先は shubi10@gmail.com 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 です。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。バイビーシュ。